拾われるぞ。矢を拾われちまうぞ。何が起こったんだ。多分これが完全暴走状態になったレクイエムだ。あらゆるものから矢が取られるのを自動的に防御しているのだ。するってとさ、どうすんだよ。ミスター、ヤスの体が目覚めたぞ。起き上がる。今は矢の追跡は後だ。ミスター、撃て、ヤスを。やったか。お、なんだと。飛んだぞ。今時間が数秒消し飛んだぞ。あいつは本当にディアボロなのか。答えは分からないが、今時が消し飛んだというのなら、あの体はキングクリムゾンを操るディアボロではないのは確かだ。ならんちゃ、周囲はどうなってる。他に近づく者はいないか。ならんちゃ。絶対にありえない。ディアボロが二人いない限り絶対にこんな。二人、あの小僧とディアボロ、まさか二人いるのか。肉体は一つなのに精神は二つ。ナラちゃん、手当てをジョルド。ナランちゃんの魂はもう行ってしまった。間に合わなかった。すでに空洞なんだ。僕がこの自分の体に戻れるくらい。
レクイエム、もっと近づくんだ、今だ。なんだ、ミスターが走り出した。まさかボスはトリッシュの精神に取り付いていたのか。なんで奴は俺たちを攻撃しねえで走ってるんだ。まさか奴は矢をレクイエムから取り上げる方法を知ってるぞ。絶対に先に行かせてはならん。汚い手だろうが何をしても構わない。絶対に止めろ。あの影だ。歩くレクイエムの足元の影は俺から見てどう動き回ってもなぜかいつも同じ方向にある。あいつの影がレクイエムの矢とその秘密だ。この影はその人間個人個人が見る影なのだ。影があるのなら自分だけの光がどこかにあるはずだ。この影を取り除けば矢は手に入るはずだ。光は己の精神の背後だ。このディアボロが矢を手に入れ、これはまさか。あんたが見つけたんだ、レクイエムの破壊の仕方を。個人個人の自分の精神の背後にあるこの何かを壊せばいいらしいんだ。俺のを完全に破壊すれば暴走したスタンド、レクイエムの能力は消滅して入れ替わった全ての謎は全て元に戻る。あとは任せたぞ、ジョルノ。気にするな。みんなによろしくと言っておいてくれ。俺はそうなるべきだったところに戻るだけなんだ。元に戻るだけ。ただ元に。ブチャラティ、やったぜ。さすがブチャラティだ。かなり際どかったが、これでみんな助かるぜ。ジョルノが矢を掴んでいる。レクイエムの次に矢を支配するのはジョルノだ。ゴールドエスピリーシャー。これはバカだ。矢がこいつに吸い付いて、やばい。とどめだ、ジョルノ・ジョバーナ。レクイエムだ。あれはジョルノのレクイエム。ゴールドエクスペリエンスレクイエムは矢のパワーの先に行ったわ。真実から出た真の行動は決して滅びはしない。そしてお前の行動が真実から出たもの、それとも上っ面だけの邪悪から出たもの。矢を支配するのはこのディアボロだ。お前には死んだことを後悔する時間をも与える。変わりやー。
誠の行動は決して滅びはしない。したことを後悔する時間をも与えん。
Yeah!
今何時でここはどこだ。ローマじゃないようだが、俺は確かローマのティベレ川にいて、あの想像を絶する苦痛は夢にしては。おいこら、おじちゃん、お腹痛いの？俺は何回死ぬんだ？次はどこから、いつ襲ってくるんだ？Tell it to me.
彼の魂が確か空に向かって登っていった。そうか、彼らは知らなかったのか。去ってしまった者たちから受け継いだものはさらに先に進めなくてはならない。この矢は破壊しない。矢は仮面の中にしまえ。それでいい、ジョルノ。それが生き残った者の役目だ。行こうか、コロッセオに。